勝利をこの手に。ゆったりと流れる美しい雲、青空広がる京都レース場。前日に降った雨のため絶好とは言えないやや馬発表となりました。このくらいの馬場の方が合っている馬娘もいますからね。3番人気にはエアグルーヴ、この評価は少し不満か。2番人気はこの子テイエム・オペラン王。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘、グランプリ馬娘メジロマクイーン、1番人気です。気合い十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタートです。勝つ馬娘、綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。1番人気メジロマクイーン、1番快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは1番、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは6番、佐藤を通りまして17番。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。先頭は1番、単身で飛ばしていきますメジロマクイーン、上がっていきます。冷静さを取り戻せるといいのですが。1番先頭に勝ちました。続いて6番、3番手に17番、少し後ろからメジロマックイーン、1馬身離れて5番、そしてエアグルーヴ、それを見るように13番、1馬身差メジロライオン。向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ15馬身。順位を振り返っていきます。現在1番手は1番、続きました6番、その後から17番、その外並んでメジロマックイーン、1馬身差13番、そのうち並んで5番、あとはエアグルーヴ、そしてその後ろから行くのはメジロライオン。1馬身離れてテイエム・オペラン王、外からエルフォンドル・パサー、内からナイス・ネイチャー、18番並びかけてきた。そのうち並んでハッピー・リーク、内から行くゴールド・シップ、さらにそのうちからは14番、少し離れて2番、後方2番手に8番、10番、最後方からという体勢でありますメジロマックイーン。先頭を進みますが、これは正解でしょうか。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。勝負は最後の直線に持ち越された。400を切りました。最終コーナー、最初に立ち上がったのはメジロマックイーン。メジロマックイーン、早い早い、もはや独走状態。残り200、メジロマックイーン、リードは8馬身。2番手争いはエルフォンドルパター、ゴールドシップ、メジロマックイーン。強いとしか言えない走り。次のレースが今から楽しみです。メジロマックイーン、 URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀夏の頂点が誕生です。2着はエルフォンドルパサー、3着はゴールドシップ。祝福の喝采、感謝いたします。